おはようございます。おはようございます。ハレルヤ。おはようございます。今日はですね、久しぶりにここに来ました。ここはですね、まあちょっと、勝彦さん、ルズさん、おはようございます。ここはルナさん、まあ好きな場所というか、一番、まあ、気に入ってる場所、と言えるでしょうかね、一番気に入ってる場所です。はい、アニビさん、ちょっとですね、綺麗な様子をちょっとお見せしましょうね。ちょっと待ってくださいね。こういう感じですね。この、まあ、山道と言いましょうか。この感じがすごく気に入ってます。本当に山道という感じですが。いかがでしょうかね。太陽も綺麗ですね。こっちに竹林ですね。空はこんな感じです。はい、マグダレーナさん、ドアコさん、YouTube はちょっとうまくいかないですね。ごめんなさい。YouTube はちょっとうまくいきません。S さん、黒桃さん、おはようございます。はい、今日のタイトルはですね、イエス様は、イエス様はあなたを求めている、イエス様はあなたを求めているという、そういうタイトルです。それはどういうことでしょうか。それはですね、私たちはその自分の存在、多くの人は自分の存在を見失っているというか、自分はどういう存在で、誰に求められているか、自分は誰にも求められている、誰も自分のことを求めてないんではないだろうか、誰も自分のことを愛してくれてないんだろうか、自分は一体どういう存在なんだろうか。ヒットラー、ヒットさん、ハレルヤ。多くの人はそこで苦しみます。多くの人は自分の存在意義がわからないで、自分は何のために存在するんだろうか、生きていていいんだろうか、いない方がいいんじゃないだろうか、そのように思ってしまいます。ネガティブになってしまいます。多くの人はですね、人に評価されて、人に評価されて何とか自分を保とうとします。しかし、多くの場合はですね、裏切られるというか、求めてほしいけど求めてくれないみたいなね、愛してほしいけど愛してくれない、構ってほしいけど構ってくれない、そういう寂しさを覚えます。多くの人は、こう失望するわけですね。かっちゃん、おはようございます。それでですね、多くの人は仕方ないから、アニメの中に入ろう、ゲームの中に入ろう、自分の好きな、世界に入ろうという感じで、
それぞれ皆さんの、ね、まあ、居場所というか居場所を探してその中に閉じこもります。クトモゴさん、おはようございます。多くの人はですね、自分の一番いい場所を探します、ね、誰か、自分を認めてくれるところ、自分を愛してくれるところ、そういうところを探します。まあ、それは当然といえば当然かもしれません、ね。まあ、昔はですね、まあ、家族の中に自分の居場所がありました。その家族の中にいて安心する、家族の中でこう、なんて言うんでしょうかね、家族の絆を感じました。しかし今、家庭崩壊があって、そして、個人主義になって、家族の中にも居場所がなくなり、むしろですね、家族の中で傷つけあったりします。何か、嫌なこと言われる、非難される、怒られる、そういうことの中で、もう家庭の中で、家族の中で居場所がなくなって、それで多くの人は、寂しさの中でね、寂しさの中で、まあ、生きるようになります。しかし、イエス様に出会いますね。イエス様に出会って、私たちはイエス様が私たちを愛していて私たちを求めているということを知ります。私たちを愛し、私たちを求めている、私たちはびっくりするわけですね。コレクニさん、おはようございます。マブルさん、ね、マブルさん、死んではいけません。死んだらなおさらですね、孤独になります。地獄ではですね、誰とも話ができないそうです。地獄ではですね、人の苦しみの声は聞こえるけど、人とコミュニケーションが取れないそうです。まあ、この世でもですね、なかなか人といいコミュニケーションは取れませんが、しかしですね、かろうじて人と会話ができて、かろうじて私たちは、この世でですね、この世で人と関わることができますから。マブルさん、地獄行ったら全く人と会話ができず、人とコミュニケーションが全くできません。そういう世界があるんです。天国は逆ですよ。天国に行くとですね、誰でも愛してくれる、誰でも求めてくれる、誰でもコミュニケーションが取れる、全く素晴らしいところです。ですからぜひ皆さん、旧牧師のスカイプは放送終了後なら承認してくれるのですか。はい、放送外で、スカイプできます。今は外ですから、すぐにはできませんが、一応リクエスト送っといてください。天国でも話し合わない人がいると思います。それはいないんですね。天国では、話が、合わない人はいないんですね。すべての人と話が合います。
ね、全ての人と愛し合うことができます。本当ですか？本当です。ですから天国なんですね。ですから天国です。ハロウィンはなぜダメですか？ハロウィンはですね、悪魔のお祭りです。悪魔が働く機会ですね。ですからハロウィンをお祝いしないことが大事です。多くの人はですね、その騙されて、悪魔が喜ぶようなことをしてしまいますね。レンさん、おはようございます。マルクスさん、神様は、人間を作りましたが、しかしロボットとして作ったのではありません。神様が人間を作ったのは、神の子になることができる、自由意志を持ったものとして作ったんですね。ですから、ロボットとして作ったのではありません。獣医師を持つものとして作ったんです。水星さん、ノンクリスチャンが地獄なんて嫌なことを言わないでください。私が言ってるのではありません。私が言ってるのではなく、聖書が言ってるんですね。聖書が言ってるんです。ぜひ、本当にそう聖書に書いてあるかどうか、聖書を読んでみてください。聖書が言ってます。私が言ってるのではありません。でもだんだん分かってくると、それが理不尽ではなく、正しいということが見えてくるんです。私たちはですね、人間の目線で考えます。人間の目線で考えることと神様の目線で考えることと、違うんですね。神様の目線の方が正しいんです。人間の目線はですね、人間の目線は、やはり人間の目線です。ですから私たちが、その神様に会って、正しいかどうか、神様に会って正しいかどうか、そこが大事なポイントです。皆さん、私たちは神様が私たちを愛し、私たちを求めているのに私たちが拒んでいる。多くの人は知らず知らずに神を拒んでいる。悪魔に騙されて神を拒んでいる。神の愛を拒んでいる。 神様の御心に、正しく応答していない。神様の御心に正しく応答してない。それが罪と言ったらいいでしょうか。そして神様は、私たちに対して、救いたい。私たちを救いたい。私たちを天国に、歓迎している。天国を歓迎しています。タカさん、なんであの世がわかるの？生前なのに。まず聖書に書いてありますね。聖書にあの世のことが書いてあります。それからあの世に行った人がたくさんいます、ね、天国に行った人、地獄に行った人がたくさんいます。そしてその人たちの証言、証があります、ね、彼らの証によって聖書の言ってることが正しいということが確認できます。ですから私は天国にも地獄にも行ったことはないんですが、しかし天国地獄に行った人の話を聞いて、特に私はですね、カリスマ派の天国派
まあ、天国派っていうのはないんですが、天国を研究しておりますので皆さんもご存知のように自分は天国に行ったことはないんですが、天国を研究しています。天国についていろいろ学んでいます。そうするとますます聖書の言っていることが正しく、また、天国とか地獄に行った人が正しいということが分かってきます。グッピーさん、なぜ天国地獄があると思うのですか。まず聖書に書いてあることと、そして天国と地獄に行った人がいるということですね。それで信じることができます。枝豆さん、神様が願いを叶えてほしいときはどうすれば、伝わりますか。まずイエス様を信じることですね。罪を悔い改めてイエス様を信じるならば、神様がですね、願いを聞いてくれる。イエス・キリストの御名によって祈るならば、イエス・キリストの御名によって祈るならば、祈りが叶えられると書いてあります。イエス様にとどまり、イエス様の言葉にとどまるならば、祈りが叶えられると書いてあります。ですから皆さん、ぜひ、イエス様にとどまり、イエス様の、言葉にとどまって、私たち、祈ろうではないでしょうか。願おうではないでしょうか。生前でない人とあの世の話はどうやって、天国地獄に行った人がですね、本当に行ったというよりも見学に行くという感じですね。見学、もう本当に行っちゃったらもう戻ってこれないんですが、天国地獄に見学に行く人がいます。その見学に行った人がいろいろ証言してくれるということですね。聖書は世界で一番売れた本ですが、その利益で神様も嬉しいのですか。神様はお金はいらないですね。神様はお金がいらない。神様は聖書を読んで、それを信じてほしいということですね。神の言葉を信じてほしい。イエス様を知ってほしい、ね。イエス様を知ってほしいということ。イエス様を知るということが神様の御心ですね。そういうわけで皆さん知ってください。イエス様は皆さんを愛していて、皆さんを求めています。皆さんを求めています。皆さんを求めるというのはどういうことですか。それはコミュニケーションが取りたいということであり、また、皆さんと共にいたいということですね。皆さんが天国に来てほしいということです。なぜ皆さん、イエス様は天国に、招きたいんですか。そうすれば永遠に共にいられるからですね。イエス様と永遠にとも一緒にいられる。ですから、それがイエス様が皆さんを求めているということですね。イエス様が皆さんを求めている、それは、天国に、天国にですね、来てほしいからですね。しかしサタンが邪魔して、そういう、ね、あなたは求められてない、あなたは愛されてない、あなたは、存在意義がない、あなたは生きている意味がないと、サタンが嘘を言って、神様のことをですね、邪魔します。イエス様が言っていることを邪魔して、イエス様が言っていることを邪魔して、サタンはですね、
サタンは自分の方に来るように、ね、人間が、全ての人間が自分の方に来るように、騙します。人間を騙して、そして、サタンはですね、人間が救われないようにします。高橋さん、さくらさん、おはようございます。はい、そういうわけで皆さん、ゆうさん、おはようございます。イエス様は皆さんを求めています。そして私たちがそのことを知って喜んで、ああ私は愛されていて、私は天国に、招かれている、求められているということを知ったならば、今度は皆さんがイエス様の代わりに、今度は皆さんがいろんな人を求め、いろんな人を招待しましょう。私たちは自分が救われてこそ、自分が愛されてこそ、今度は他の人を求めるようになります。どうですか、世の中の人はですね、人に無関心でしょ。多くの人は人に無関心です。人を求めてません。それは求める理由がないんですね。皆さんが人を愛する理由、人を求める理由がありません。しかし皆さんがイエス様の愛を受けて、イエス様が皆さんを求めているということを知ったならば、そして皆さんが、神の愛を知ったならば、今度は皆さんがいろんな人を求めるようになります。隣人を自分のように愛するようになります。それはなぜですか。それは神様の心を知ったからですね。神の心を知ると、皆さん自身が神のような思いを持ち、皆さん自身が神が人を愛するように愛し、神が人を求めるように求めるようになるんです。以前の人に無関心、人に無関心な心と大違い、無慈悲で冷たい心から、神の愛で人を愛する心になります。それはですね、それは、あれですね、大違いですね。大違いです。高さん、輪廻転生はありませんね。輪廻転生はありません。私たちは、私たちのまま天国に行きます。私たちのまま地獄に行きます。輪廻転生はありません。皆さんは皆さん、永遠に皆さんです。私も永遠に私です。輪廻転生はありません。高橋さん、今の日本には死後の心配をする人が少ないです。地獄のことを考えない。そうですね、知らない、考えないというか知らないということでしょうかね。なおさん、おはようございます。三途の川はありますか。天国にですね、命の水の川というのがあります。それが三途の川かどうか分かりませんが、天国には命の水の川があります。そうです、とどろきさん、キリスト教は輪廻転生がないと考えます。
はい、それでは証タイム行きましょう。証タイム。イエス様を信じて私は愛されている。イエス様を信じて私は神様に求められているということが分かった証。イエス様を、信じて、ああ私は存在意義があるんだ、あなたは神の愛に包まれているって感じなのですね。そうです、そうなんです。ああ私の存在意義は人に認められたり、この世の財産を持つことではなく、私の存在意義はイエス様に愛され、イエス様に求められていることが本当の存在意義、ということが分かった証、分かった証、スタート、スタート。ヤギさん、遠い先の未来、宇宙時代になっても人々はイエス様への信仰はなくならないのですか？その通りですよ、その通りです。というか、イエス様が、イエス様が再臨されたらもうこの世はなくなるんですね。イエス様が再臨したらもうこの世はなくなります。この世は滅びます。なおさん、今日も一日イエス様がそばにいてくださいますように。その通りです。なおさん、大事なことはそれです。大事なことはイエス様がいつもそばにいてくださることです。イエス様を意識して、いつもイエス様のそばにいること、イエス様のそばにいること、それが大事なんです。ルーさん、早く早くイエス様に来ていただきたい。枝豆さん、牧師は死が怖いですか？そうですね、天国に行くということを信じていますから、早く天国に行きたいと同時に、やはり、人々を救うためには、救うためにはもっと仕事をしなきゃいけないという気持ちがありますから、そういう意味で死が怖いというよりも、ね、もっと人を救わなきゃという気持ちがあります。私が救うわけじゃありません、神様が救うんです。しかし、日本人の 99% がまだ救われてないというならば、まあ、死んでも死にきれないというか、死んでも死にきれません、ね、多くの人が地獄行くことは、これはとても、辛いことです、ね、多くの人がサタンに騙されて地獄に行くことはとても辛いことです。黒桃さん、イエス様を知り、愛され、居場所を見つけ、私は毎日イエス様に生かされてます。イエス様に感謝しかありません。アメン。素晴らしい。アミエスさん、イエス様がですね、あなた方は私が愛したように互いに愛し合いなさいと言いました、ね、ですからイエス様ご自身が、ね、愛し合いなさいと言ってるわけです。はい、それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、皆さん、根本的にはですね、根本的には、私たちはまず
自分の存在意義ですね、自分というものが、イエス様によって、存在の意味が出てくるんだ。もしイエス様を信じなければそこにですね、命というものが来ない。皆さん、存在というのは命でしょ、ね、命があってこその存在です。肉体の命があったとしても、もっと大事な本当の命が必要です。その本当の命があってこそ存在意義があるのです。例えば機械で言えば、もし機械が壊れていれば死んでいると言うじゃないですか、ね、もしこれルーターですけど、これがもし壊れたらですね、放送ができないんですが、もしこれがルーターが壊れたらルーターが死んでいると言いますよね。それと同じように人間もですね、イエス様に会って生きて初めて生きているということになります。もしイエス様と関係なく生きているならば、霊的には死んでいると言います。つまり多くの人は、霊的に死んでいるという、ね、はい、アンナちゃん、天国を見学してみたいです。ここは残念ながら YouTube ができないんですね。 YouTube ができる場所とできない場所があって、すいません、ここは YouTube ができない場所です。電波が弱いんですね。そういうわけで皆さん、私たちはイエス様を信じてこそ、神に対して生きているということになります。多くの人は神に対して死んでいる、神様に対して死んでいて罪に生きています。罪に生きているということは、罪を犯しているということになるでしょう。ですから私たちは罪に対しては死んで、罪に対しては死んで神様に対して生きなければなりません。イエス・キリストを信じるというのはそういうことですね。イエス・キリストを信じるというのは、罪に死んで神に生きるということです。多くの人が罪に生きているならば、皆さん、壊れた機械をずっと持っててもしょうがないでしょ。壊れた機械は、捨てますよね。まあ修理ができれば使いますが、イエス様を信じている、信じるということはいいですか。イエス様を信じているというのは、壊れた機械を修理されるということですね。壊れた機械が修理されてもう一度使えるようになる、それが信仰です。私たちが壊れていた、私たちは壊れていたということを理解しなければいけません。最近ですね、精神が壊れたとかよく言いますが、人間はもともと壊れて生きてくるんですね。人間は壊れた人間として生まれてきます。なおさん、イエス様が救いです。イエス様が救いです。そういうわけで皆さん、私たちは壊れていたけど、壊れていたけど、イエス様によって修理を受けました、ね、イエス様に修理されました。私たちは、修理して、治ったんです。私たちが治ったんですね。それではですね、ルーター壊れないとね、そうですね、ルーター壊れちゃうと、ジゼルさん、ございます。それではですね、マルキをしましょう。今日の放送を聞いて、自分は壊れていた。自分は今まで壊れていたけど、イエス様によって修理されたい。罪に生きていたけど、
神に対して死んでいた、神様に対して死んでいた。これからは、神様にあって生きるものになりたい、神様にあって、生きるものになりたい人、アメンと言ってください。アメン。イエス様が愛していて、イエス様が求めているので、その求めに応じたい、イエス様の求めに応じたい、イエス様の愛を受けたい。本当の存在意義、人間の本当の存在意義を、持ちたい、生きる意味を持ちたい、自分の居場所を作りたい、本当の居場所、永遠の存在意義、永遠の居場所、永遠の居場所が欲しい人、アメン、アメン。天のお父様、感謝します。私たちは壊れていました。悪いことばっかりしてました。良いことができませんでした。悪魔の奴隷でした。悪魔に壊されました。そして苦しく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 て悪魔に壊され続けてましたけど、イエス様が救いに来てくれました。イエス様、感謝します。今アーメンと言った方々がイエスキリストに会って癒されますように、回復しますように、神様に応答し、罪や欲に応答しないようにしてください。私たちは罪に死に、欲に死にました。神の愛に生きるものにされました。感謝します、感謝します。どうぞ一人でもイエスキリストに会って救われて、解放されて、神の御心に沿って生きるようになりますように。助けてください、救ってください。感謝します、感謝します。あなたの愛に感謝します。あなたが私たちを求めていらっしゃることを感謝します。私たちを作り変えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん喜んでください。私たちは素晴らしい存在になりました。今までは、ね、壊れてました。でも治ったのです。今は生きているのです。イエスキリストに会って生きているのです。素晴らしい存在になったんです。無価値の存在から、ね、無価値の存在から素晴らしい存在になったんです。喜んでください。イエスキリストに会って生きるということはそういうことなんです。素晴らしい存在です。天国で皆さん喜ばれているんです。天使たちに喜ばれているんです。皆さん信じましょう、信じましょう。皆さんは神の子供になったんです。世の光になったんです。神様に喜ばれる存在になったんです。喜びましょう。それではまた、今日の夜ないんですね、明日の朝日曜日です。一緒に礼拝しましょう、一緒に礼拝しましょう、ね、思いっきりイエス様を礼拝し、イエス様に生きるものになりましょう。それでは良い一日を、喜びと感謝の一日を送ってください。シャローム、シャローム、シャローム、シャローム。